はい、こんにちは。アンダーパーモーターズのモスです。今日は葛飾北斎の製作を進めていきます。まずは印刷用にスクリーンを準備します。こうしたスクリーンには自分の好きな柄を後から付けることができます。はい、これで今回のスクリーンが出来上がりました。細かい柄を対応しているので念のため細かいところまでよくチェックしておきます。スクリーンの下には印刷用の画用紙を事前に挟み込みます。 スキージーを置いたら印刷開始です。スキージーを使ってインクをスクリーンに押し込んでいきます。こうしたことを何度か多くさせたらスクリーンを外します。あとは画用紙に絵柄が写っていれば OK です。はい、今度は T シャツに変えて印刷します。こちらも工程はほぼ同じです。何度かインクを重ねたら乾燥させてやります。 印刷後の紙ですがこちら欲しいサイズにカットしていきます切り出した紙を額縁に入れれば終わりですはいこれで額縁が出来上がりました T シャツに印刷したものはこちらですねここからアップにして詳細を見ていきます はい。というわけで今日は葛飾北斎の制作でした。このコーナーではその他にも FGO の全キャラクターを対象に制作を進めています。毎日更新していきますのでぜひチャンネル登録してください。では本日もご視聴ありがとうございました。